東京港、フェリーフ島は、東京港にある、フェリーフ島の一つである。経流数334隻、総トン数378万295、取扱い貨物量777万8525トン。東京港、フェリーフ島は十五地埠頭その2の南端に位置する、頭である。十五地埠頭その2は、有明と青海の間にある、埋め立て地の島であり。 有有明と有明と不東京港、フェリーフ島は L 字型で902メートルの岩壁があり、南からババブ VAC バードと呼ばれる4つのバースが設けられている。バースは東と南に2つずつ設置され、総トン数6000から13000トン級に対応している。南バースには東寄りに東京港、フェリーフ島ターミナルビルが設けられており、 オーシャントランスの新文字広域や琉球海運、近海優先のロー、ロー船が出港する。1969年から1971年にかけて東京発着のフェリー航路計画が相次いで申請される中で、1970年8月にフェリー不登校舎計画のプロジェクトチームが発足し、1971年に 東京都から1000万円の出資を受け1972年1月に東京港フェリー埠頭公社を設立。同年4月に公共岸壁の15埠頭を借用して3バースの暫定フェリー埠頭を設置し4バース完成までの1977年まで使用、また高級埠頭として15地その2地区の拡張を行う、と,とし1974年に 1> 第1期工事として5月1日に、第3から4バースと、南ターミナルビル7月1日に、第2バースと、東ターミナルビルが、完成。1977年4月に、第2期工事の一環で、第1バースが完成し、ターミナル2棟と4バースの体制で1982年時点では、以下の配置で、貨物航路を含め6社が乗り入れていた。 その後1997年には2棟のターミナルを統合した原ターミナルビルが建設されたが北海道航路が房総半島を迂回する非効率性から撤退や大洗港への移転が行われたことや2001年にはブルーハイウェイラインの経営悪化による高知航路撤退もあり2007年の商船三井フェリー川崎近海汽船の貨物航路廃止以降フェリーターミナルビルは オーシャン東9フェリーが唯一就航するのみとなっている。マルエフェリー東京港、フェリーフ島は内国防疫専用で外交船は寄港しないが、2012年に取り扱った貨物量は777万8525トンであり、東京港の総貨物量の約1割に及ぶ。客船の多い竹芝不島と比べると、可客船の多い不島である。対岸の 15号地フ当その位置には、東京国際展示場や有明客船ターミナルがある。ありがとうございます。